こんにちは、スイッチマンです。ムーンジュエラーズ第17話始めていきます。前回はアルバンがカルビナの元恋人なんじゃねえと思わせる内容でした。今回はイベント系のステージです。それでは始めていきます。
それではスタートです。またゼブデダビデか。とりあえずレイツェルだけのようなので、無理せずに、いい感じの距離感で接しとこう。動かんのかい。とりあえず多少でも、飛型効果が得られるとこに移動しつつ、距離感を保ちます。親分ブローミングだと。この子も言語崩壊しとる。黒金大矢分のとこに移動させればいいんやね。おそらく狙われるだろうから必中使っとこ。ほんで反撃でいい感じにしてやろ。レイテルは悩みましたが、おとなしくしときます。早速か。ポリス、反撃せよ。生体反応はない。撃墜せよ。1番、2番、できれば倒すのは親分と合流してからがいいな。強いだけでこの私を倒せると思うな。操り人形、私は捕らえられん。戦場にその稲なきを轟かせよ。トロンベターゲット引退。また出せる。あんまり被弾しないように。黒金を狙いなさい。もう一度必中使っとこ。レイペルはすでに半殺しにあってますからね。狙う相手が決まってるみたいだな。やばいやばい。 40% と 22% の両方を当ててくるとは、マッドネット恐るべし。クブレイン様の敵め、百獣しろ。おめでよ。その程度で黒金は沈まんよ。
陣に狙いを絞れ。さよ、避けろまでもない。なるほど、エンドレスフロンティアの人か。アタッカー持っとるやん。この子はアンドロイド。オッケー、とりあえず僕を処理していきます。センターはレイテルとツインにしてしまおう。大戦が剣山、我が公安を撃てよ。このイケメンなゲシュペンスとは強そうですな。情報分析、なんか大丈夫そうです。もう少し具体的に頼むぜ、ロボガール。それだ。そうでもないか。俺の名前がついてるんだ、このくらいはな。いい子だ、ミスターファントム。次も頼むぜ。言うこと聞いてくれよ、ファントム。行け、グランスラッシュリッパー。重量級を持ち上げるのは苦手だよな。次は俺様の番で当ててやる。面白くないマジックショーだ、デカピエロ。レイテルは回復しとかないと危ないな。では始末していくとします。
戦場にその稲なきを轟かせよ。トロンベラキパーチ、トロンベ頼むもの全てを撃ち抜け、これで終わりにさせていただく。ハーケンは集中使っとこう。ここはバウンティーハンターの出番かな。撃つぜ。ボレボレするだろ、このテクニック。なんすか、ご飯はさっき食べたでしょ。ラミアと同じ声、もしかしてラミアと関係のあるのってこのアシェンテコなのか。戦闘中、たまにラミアは、わけのわからんことを言ってましたしね。眼前の敵は、すべて打ち砕くのみ。一撃必殺、シューチャーくらって、ファイナルミッションだ。順調順調。あのブルーアリゲーターは任せな。動くなよ、外れるから。蜂の巣になりな。そこだ、逃がすな。アディオス。うわぁ、このデシュペンスとかっこいい。今度はこれで行ってみよう。あいつに転移の方法をレクチャーさせてみるか。ラストショーダウン、決めるぜ。翼の疾走、見るがいい。お楽しみが始まるぜ。俺のブレードさばきを見な。取った、振り回してせや。はぁ、なんか出てきた。トーロ DDD 発動、僕にお任せ。これはトーロ DDD 発動、僕にお任せ。素晴らしい。マシンパンチでダメだ。いよいよとどめさすよ。いや、ストライキング。まだまだここからだ。究極ゲシペンスのキック。オーケー、もう降りられないぜ。ショーダウンだ。オルゴミールディエルエ。逃げ遅れたね。悪の手だ。もとい、すまんの手だ。行けよ。楽勝だな。アシェ、操縦変わるか。キリキリ働き上がりください。サボタージュやろう。ほんて、この子は口が悪いな。デブデダビデが水中にいるのがちょっと嫌だな。専用な道具め、いざ尋常に勝負。友よ、今こそ我らの力を見せるとき。承知。仕掛け。友よ、今が駆け抜けるとき。おお。今だ。一体。マイル。カタのこせよ。こいつは我らの。
争いに乗ってやる。悪の手だ。もとい、すまんの手だ。いけ。対戦側の相手ではない。でも面倒なんで、このまま行きます。もう一回見とこう。あいつに転移の方法をレクチャーさせてみるか。ラストショーダウン決めるぜ。翼の疾走見るがいい。お楽しみが始まるぜ。俺のブレードさばきを見な。取った。振り回して、せやコロ DDD 発動。僕にお任せ。アシンパンチで投げた。いよいよとどめさすよ。いやん、ストライキング。まだまだここからだ。究極ゲシュテンストキック。 OK、 もう降りられないぜ。ショーダウンだ。重力を持ち上げるのは無言でみたいだな。次は俺様の番で、覚悟がいいか。魔術を見せてやる。サンドハンドだ。おっと、よそ見は感心しないな。地下と月下の両方の需要を満たしとる。レギュラー確定だな。あと、ストライキング言ってたから、ラミアと関係あるのも間違いないな。まあ、あの父とケツは俺にストライキンでしたがね。あとは、このデブデダヒデを小突き続ければいいのかな。醜悪なファラオは、冥界へお引き取り願おう。小生がお前の運命を導く。まずはこちらだ。ゾロンベア、今が駆け抜ける時。撃ち抜く。我を阻む者なし。邪魔しろっていい。逃げ遅れたね。覚悟もいいか。魔術を見せてやる。道家の戯れに付き合う気はない。面用な道家め、いざ尋常に勝負。我はゼンアーゾンボル、悪を断つ剣なり。まだ一刀は手数の極めき。あなたも筒を切られ我に立てぬものなし。その方だよ、叩き落ちやるわ。次は俺様の番で、悪の手だ。もとい、すまんの手だ。いけ。飛んでいい。なんだ今の抵抗は。ゼンガー少佐を援護せよ。巨人に狙いを絞れ。こう一番から四番。邪魔しろっていい。
ード以来父とケツを持つアンドロイドが加入しました。私も何でも言うことを聞く、あんなアンドロイドが欲しいなと心の底から思いました。ということで今回はここまで。君のハートにストライキング。